第29回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1976年から1977年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1977年9月11日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はアンジー・ディキンソンとロバート・ブレイクが務め、アメリカでは NBC が生中継で放送した。主要部門の最多ノミネートは、ルーツの21部門で、メアリー・タイラー・ムーア賞が11部門、マッシュが9部門と続いた。一つの作品が20を超す、主要ノミネーションを獲得するのは、初めてのことだった。主要部門の最多受賞は、 ルーツの6部門、失われた私が3部門と続いた。受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、括弧はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブ、 アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。